はいどうも。はいどうも、本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、はい、100の質問、はい、よく やられてるじゃないですか、 YouTuber の方が。亀田塩さんのだけ見たことあります。 あります、はい、よく YouTuber 100の質問、要はその気になる人とか質問箱っていうのがあるんですよね。はい、はい、その Twitter とかその SNS あるので、最高最高最高はいいんだけど、はい、でその、100の質問を今回私たちのチームの方から皆さんお願いをしてやってもらいました。はい、100の質問を。ありがとうございます。そうなの？そうなんです。やっぱ僕たちやっぱクリアスの人柄を知ってるんで、すごくいい方なんですよ。やっぱそれを皆さんにもっともっと知ってほしいので。腹黒いよ。それもあって今言うんじゃねえよ。でですね、その本当にクリアさんのこの人柄を知ってほしくて、僕たちやっぱり。ありがとうございます。でやっぱそれで今回の企画をお願いしました、クリアさんに。で100の質問をお願いしました。でなんと集まった数が50です。はい、たくません延期だよ。いや逆にはこういうことをやって有名になっていくんですよ、先輩は。はい、まあ、この動画のコメント欄に、はい、そうです、また質問を聞いていただければ、書いていただければ直で返しますんで、はい、あと50残ってるんで、はい、聞いていただければ聞いていただければ、うん、はい、そういうことですね。いいです、別に今はいいんです、50でも。栗原さんはこれからもっと有名になっていくので、今は50でいいですので先に言っておきます。栗原啓太に50の質問なので。ああ、はい、そうなんだ。正直あまり出番はないですけど、沼田さん、あとは。まあいいよ、見守るからさ。ああ、あんなにそうだよねとか、そうそうそうみたいな、それぐらいで、お願いできればと思います。バンバンマートでできますので、パッパッ答えた方がいいですよね。あ、そうですね。あと、考えてやめてください。ああ、まあある程度考えないですけど、ポン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 でしっかりキャッチボール的な感じですね。そっかそっかそっか、うん、はい、っす。僕は考えてお願いします。じゃあ、だまず1問目、初体験はいつですか？俺はね、お前じゃねえ、はい、お前じゃねえよ。聞いてる話すまん、クセ。クセだね。栗原啓太に100の50の質問なんで。そうそうそう、今いいタイミングだったな。あのね、うすうすは分かってたけどね、うるさいから。はい、初体験はいつですか？高校2年生ですね。もう2年生。はい、2問目、男と女、どっちが好きですか？女ですね。はい、はい、ファーストキスはいつですか？高2ですね。うん、はい、栗原選手の大ファンです。もしあったら写真撮ってくれますか？あ、もちろんです。お願いします。いらないけど。1億円あったらどうしますか？家買います。無人島に行くとしたら何を持っていきますか？スマホ。電波届いてねえだろ。あ、確かに。まともなこと言うの。なんだその。明日世界が終わるとしたらどうしますか？セックス。お前さ。いや、ここで言ったじゃん。栗原啓太をもっと知ってほしいんですよ、僕は。あなたを知ってほしいわけではないので、別に。じゃあ、ちょっとは知ってもらいたい。で、正直言って、これ動画見てる方々も、栗原さんのことを知りたいんですよ。多分、前回たくま戦決まりましたって動画も上げてるんで、そっから見てくれてる方もいるかもしれないし、そういう方にやっぱもっと知ってほしいのでやってるんで、シャラップですね。シャラップだ俺。明日は世界が終わるとしたらどうしますか？あ、でもボクシングがやりたいですね。明日が終わんのに。ボクシングがやりたい。病気だな。病気だ。休みの日は何してますか？家族で出っかけてます。喧嘩をしたことがありますか？殴り合いは一回もないです。嫌いなタイプの人間は？多分僕のことが嫌いな人です。俺じゃん。そうなの？いやメイントレーナーね。いやいやだよ。いやいややってるんだ。なるほどね。またよく言うよ。本当大好きじゃん、クリアさんの。大好きやろ。大好きじゃん。自分の長所は？短所は？真面目。短所？真面目。はい、自分の前世は？栗だろ。もう映っただけだから冷凍ゲームやトントントンって。で好きな料理、嫌いな料理は？焼肉と寿司が大好きです。うん、唯一食べれないのが固形のチーズです。え、こういう三角形のやつ。あれ美味しいやつだ。絶対無理です。好きなボクサーは？佐藤陽太さん。ストレス。もう横で何ダメ屋さんの顔してる。言うわけないじゃん。好きなボクサーは沼田浩二って言うわけないでしょ。割と即答で言いましたよね。なんだ佐藤、誰だよ。そうだよ。いや、佐藤陽太さんっていう。佐藤陽平。違う。言うわけないでしょ、浩二沼田って。そこで。すいません、ちょっと体そんむけた。サイドでショルダーブロックしてる。ストレス解消法は？サンドバッグを投げる。
スパーリングで緊張しますか？しないです。一番嫌いな練習は？ヒット。一番好きな練習は？スパーリング。好きな芸能人は？男性女性でお願いします。あ、両方、山田孝之さんみたいな顔になりたいです。誰それ？おひげもシャーなってます。ああ、濃い顔の方ですね。濃い顔になりたいです、はい。女性は？ガキで。誰それ？はい、誰それ？新垣結衣っす。いるだろ、いるの？沼田トレーナーの好きなところ、嫌いなところ10個ずつ言えますか？嫌いなところなんかないだろ、だってすいません、第三者から見て嫌いなところの方が多いっす好きなところ、まあそうですね、すげえ、選手への愛情がすごい。仕方なく見てんだよ。そこだな。1個しかねえじゃねえかよお前もお前で1個しかねえじゃねえかよこれだ10個なかった、1個しかなかった嫌いなところなんですか？一つだけ。嫌いなところ。試合前でも下ネタを夜中で送ってくる、はい、夜中の深夜2時ぐらいにギンギンだって送ってくる。迷惑だよね。しょうがねえならアルギニンと一緒に飲んじゃったなまずじゃあここまでで20問なんですけど。あ、もう20ですか。おお、あ、多いね。まあ振り返っていくと、休みの日は何してますかってとこなんですけど、8番の、はい、まあ家族と、はい、そうっすね、ゆっくり、まあ、1番ですか、それが。まあそうっすね、まあ、日曜日ぐらいはもう他の日はもうボクシングやってばっかなんで、うん、はい、家族サービスというか、家族サービスって言ったらなんか言葉悪いけど、なんかやっぱ、子供ともいたいし、いや7番のこれがびっくりしたんですけど、明日世界が終わるとしたら どうしますか、ボクシングしますって、もうすごいですね。ボクシングそのぐらい好きですけど、他逆に何したいって言われて思いつかなかったんで。いや、家族といたいとか、ね、家族とは痛いです。でも家族といたいけどボクシングしたいの？家族といたいけどボクシングしたい。あ、やっぱそれぐらいなんですね。あ、まあそうですね、対する熱量というか。あ、スマートやりたいだけだろ。いや、すいません、まあ最低だなと思う違う違う、俺は DVD 監修にしたいから。で、でもしあったら写真撮ってくれますかっていうのは、やっぱファンの方もやっぱいると思うんですけど、全然撮ります。あ、もちろんです、もちろんです。ちょっと今みたいなないです。ないです、ないです、ないです。でも栗原さんはなんか街中とかで会っても話しかけやすそうですよね。多分分かんないですよね。あ、で、逆にここだけホールとかで会ってももちろん。あ、もちろんです、もちろんです。してくれますか？あ、もちろん。試合前とかあれですけど、自分のまあ普通に応援とか行ってる時は全然。あ、もう全然全然、はい。沼田トレーナーちょっと話しかけないですもんね、外で。だいたい入れ墨出して歩いてるじゃないですか、どこででも、すいません、絶対ねえこれ僕ボクシングで出会ってなかったら絶対に近づきたくない人間ですいや確かに、旗から見たらそうですね。ねえ、うん、いやでも写真の沼田さんも写真のこと撮るんですか？撮ない。最低か絶対撮んない。いやでもなんだかんだ言って優しく対応するんですよね、引っ張られるんですよ。いや、暴力や。あと思ったのが、その好きなボクサーは佐藤陽太さん。あ、佐藤陽太さんですかね、はい。あ、沼トレーナーから見てタイプは全然違います？クラーさんと佐藤陽太さんは違う、アウトボクシング。完全たる、で、なんかすごいこういろんな、なんですか、こう変則的なことをしてとか、なんか逆に僕と全く違うからこそ惹かれる。あ、でも自分にないものに憧れますもんね、人ってやっぱりね。しかも嫌いなタイプへの答え、僕佐藤陽太さんの真似してますから。それ、あ、そうなん、自分のことが嫌いな人って大好きじゃないですか確かにって思って。あ、確かに、まあ、そうですね、嫌いな人は伝わってきますもんねそういうのってやっぱり。で、あと気になったのはスパーリングに緊張しないですか？スパーリングはないですよね。試合前もヘラヘラしてますもんね、ずっとなんかふざけてるな。ヘラヘラって言い方あるけど、ふざけてる。試合前ってね、ボクサーの方ってイメージですけど、すごく緊張して、下向いてるってイメージあるんですけど、まあなんか、まあ、近くで一度くらいで見たことあるんですけど、後楽園ホールの、その、まあ分かるから分かると思うんですけど、エレベーターの前とかで順番待ちしてるじゃないですか、ヘラヘラしますもんね、ずっとニコニコヘラヘラ。いや、まあ、まあ、あれ怒ってんだ。怒ってんですか？全く緊張しないですか？全くではないと思うんですけど、でも別に楽しみの方がでかいですね。あの、逆にね、あの、見ていただいて気になったことあればまたコメントで聞いてもらえれば、はい、答えると思うんです。そうですね、はい、じゃ続いていきます。はい、賢いですね。大卒ですか？高卒です。高卒バカです。次、生まれ変わったら何になりたいですか？国でだろまた戻るんですか？飲食部ってまた人間ですかね。人間、はい。多分これはたくま戦だと思うんですけど、はい、動画を見て2児の父親だと拝見しました。あ、はい。お子さんにボクシングはやらせたいですか？いや、2人とも娘なんで。あ、そうなんですか、はい、女の子なんでさせたくないですね。させたくない、やっぱり。はい、男の子だったら？
男だったら別にしたいって言ったら。あ、なるほど、はい、やりたいんだよ、やらせるよって感じですね。AV男優でいいだろ。なんで最低だな、ほんと。お前自分の娘さんいますもんね、うん、AV 女優違うだろ、違うだろ、本当にそうだ。なりたいったらどうすんの、娘が。ポルノ映画出たいですどうすんの、いいよって。ボクシング、うん、もちろん やるのはいい。おやっぱ誤信のためにもさ、うん、はいはい、選手は嫌だ。選手のためだ。嫌だ嫌だ嫌だ。習いに行くぐらいに。いや、絶対嫌だ。じゃあ続いてです、小さい頃の夢は何でした。プロ野球選手です。はい、自己主張の強い人と仲良くなれますか。あ、全然、はい、なるわ。横にいるもんね自己主張の塊みたいなやつが。固まりますね、ぶっちゃけ一番対戦したい人は誰。もう拓磨選手ですね、はい、あ、そうですか、はい、夢が小さい。うるさいなマイク・タイソンで言うよ。もうあれブルブルに絶対やりたいだけじゃん。やってやってやってやった後にごめんなさいって顔でこっち見んじゃないよごめんなさいって顔すんならやるんじゃない、うん、ちょっと後悔初めの一歩に出てくる技で真似したことはありますか、または練習したことがありますか。僕4回戦時代にあのガゼルパンチとかできんのかなと思って、スパチュラ確かやったことありますね、はい、あるの。当たったことあれやってたじゃん。なんすか、デンプシローやってた。やってない、やってない。どうです、どうですデンプシロー。いやいや、やった後にごめんねって顔すんだったらやるんじゃないよ試合がない時の食事はどんな感じですか。やっぱりストイックに管理されてるんですか。あ、自分で管理はもう、してなくて、奥さんが作ってくれたものを食べてます。あ、なんか奥さんの方がじゃあやってくれてるんですか。そうですね。クレアチンは普段から摂取していますか。もし取ってる場合は減量の時は摂取しないのでしょうか。計量後に摂取する場合についても方法を教えてくださいとのことです。あ、クレアチンはずっと摂取してます、はい、もう試合前とか、まあ、減量中とかも関係なくずっと摂取してます、はい、で試合の計量後も、まあ、変わらずというか、まあ、ちょっと、摂取量を増やして、飲んでます。はい、はい、世界チャンプになったら、こんな家族サービスするって決めてます。決めてないけど、まあ、その時々でやっぱしたいですね。うん、はい。ご趣味はないです。ボクシングに関するツイートばっかりなんですけど、私生活は正直謎めいていたいんですか。特にないんですけど。毎日しこってんのなんかしこってないです。ないの。 なんだろうな、出すもんがないからかな。あ、私生活、私生活、趣味がないからまあでも確かにお仕事されてボクシングの練習したら、うん、あんまりプライベートもしかしたら多分ボクサーの方がないのかもしれないですよね。それこそ練習行ってきますぐらいじゃないですか。そうですよね。ないですよ、マジでない、ない、ない。野球をやっていたそうですが、なんでボクシングにしようと思ったんですか。個人競技をやりたかったからですかね。うーん、下手くそだったからね、野球。まあそうです、野球下手くそだったんで、迷惑かけたくないみたいな。好きな女性のタイプは、カット、奥さん以外でお願いします。ショートカット。世界チャンピオンになっても髪染めたりしないですよね。多分揺らぐんと思います。揺らぐんと花がないとか言われたら揺らぐと思います。街でチンピラが絡んできました、相手の強さを測るときどこに着目しますか。顔の怖さ。横にいるやつ最強じゃないですかそんなに怖い顔して怖えな。試合をしたくない相手っていますか。いや、いないっすね。いない。言ってたよね。いました。マイク・タイソンではやりたくないって言ってマイク・タイソンどういう答えなんですか。んどういう答えなんですか。中入り込んでこれーやつってビーンガチンってやって和島さんちだ。そんな顔すんだったらやるんじゃねえって思うから体はどこから洗いますか。左腕です。嘘つくない。まあ、ポコチンは頭からですね。ポコチンは、まあ、体という意味体だったらこっち。なるほど、ここ順は犠牲な。夫婦円満の秘訣は。あれだろ、時間を作る沼田トレーナーがチンピラ5人に絡まれているところに遭遇しました。助ける、見捨てる。見捨てます。なんでだよ。自分で何とかできるでしょ多分僕だったら相手の方を助けます、ね、逆に面倒くさいでどっか行ってもいいですよ確かにライバル視している YouTuber は誰ですか。あ、チャンネル登録者近いところとかやっぱ気になりますよね。ヒカキンだよ。近くねえよ誰ですか。あの
KG 大和の3人組でやってる。あ、どういうどういうどういうこれか。そうですどういう人に憧れますか。なんだろう、反対の人、自分にないものを持ってる人、はい、っていうとどういうのですか。つまりこういうのですか。あ、沼津さんみたいに憧れるんだ。憧れます、憧れます。今までの友達関係の中で一番の思い出って何ですか。車で京都旅行行ったの楽しかったな。寝る前に音楽を聴いたりしますか。しないです。水抜きに向けて1日に摂取する水の量は飲みすぎもいけない、その人水抜き幅に合った水分量があるのか。もちろんやっぱ体重、女子肪量に関してで、決めるもんだと思うんですけど、飲みすぎると低ナトリウム血症とかそういうのとか心配かなって思う感じですかね。朝練のメニューを教えてください。朝練のメニューダッシュです。これなんかモーニングルーティン出してましたもんね。出したんで、はい、ぜひ見てください。見ていただければ、すっげー再生活伸びなかった、ですけど、はい。動画で腹黒原ケイトの見ました。ニヤニヤしてんだもん本当に腹黒いんですか。腹黒くないえそこ止めるの。えじゃないよ栗原選手は S ですか M ですか。S だと思います。なるほどな。ダローナなんだ。ラスト50問目です。幸せとは何じゃ。幸せとは何じゃ、人それぞれじゃ。ああ、なるほど、はい、これで全部50問終わりました。あ、ありがとうございます、うん、終わりました、終わりました。いいペースでしたね。じゃあ次俺の番。いや、ないないの。ないないし、やるとなったら俺協力してないけど聞きたい気がするけど。聞きたいけど、あのだから募集しろよ。いや聞きたいけど自分のチャンネルでやってくださいよ。それなんでだ。コメントオフになってるチャンネルで聞いてもらえなと思う。お前完全に俺もディフェンダーだから。ディフェンシブだから。いやでも結構面白いのがいっぱいあって、個人的にその、はい、小さい頃やっぱ野球選手が夢だったんですか。プロ野球選手やりたかったんですか。プロ野球選手やりたかったです。へえ、はい。で、自己主張の強い仲良くなれますか。横にいるのが自己主張の塊っすもんな、本当にね。自分でね。いや、俺自分嫌いだ。そういうこと言ってないよ。初めの一歩に出てくるガゼレパンチって技があるんですね。あ、そうですね。それをマジでやろうと思ったんですか。なんかできるんじゃねえかなって、一番簡単そうだったんだよ。いや、ね、ガゼレパンチって名前がついてるだけでただの左アッパだな。あ、そうなんですね。飛んだ左アッパーみたいな。私白のあんまり分からないだから足腰のバネを利用したアッパーだ。ガチンと上げるんだ、うん、ガチンチンだろ。これすんなよで、この聞いてる方も分かんなかったんですけど、申し訳ないですけど、このクレアチンは、はいはい、結構大事なんですか。クレアチン、ボクサーみんな取った方がいいと思います。あ、そうなんですか。なんかイメージではそのフィジーカーの方とか、あのボディービルダーの方が結構進んで、はいはい、クレアチン取ってイメージがあるんですけど、はいはい、ボクサーの取った方がいいですか。結構取った方がいいです。なんか水分を含みやすい、水分を含みやすいっていう話なんですけど、まあでも少量を継続でってやるとそんなに含まないって話もあったりとか、まあ、そういう説もあったりとか、まああとはその水分含んだ状態が自分のベストなわけなんで、はい、別にその水分じゃ抜いてベストじゃない体がじゃあ自分の体だっていうんであればそっちがいいと思うし。なるほどなるほど、はい、ご趣味はないということでしたけども。ないっす趣味ないですね。趣味なんかないっすね。つまんない男だよ。なんか、リマッタ趣味多いっすもんね。趣味でできてんの。 DVD 鑑賞、 DVD 鑑賞行く、競馬行く、全部全部全部、はいはい、俺はもう可愛い子ちゃん眺める。そうか、そうか、うん、そう、満員電車わざと乗る。満員電車わざと乗るのはちょっと犯罪の匂いがするな。世界チャンピオンになっても髪染めたりしないっていうのはやっぱちょっと染めたいんですか。染めたい気持ちもあるんですか。いや、なんだろう、花ないって言われるから。髪で決めるなよ、はあ、どうでもいいんだよ。派手になりたいな。いや、難しいってよ、そこも髪一重ですから。ほうほう、髪の毛染めたところでそう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 、チャリングの先あったら持ってることもありますからやめます。でしょ、黒髪でいきます。でしょ、はい、うん、物は考えようですか、そこは待ってる待ってる待ってる。で、京都の車中泊っていうのは、あ、なんか中学の時の友達と、まあ、大人になってから行ったんですよね、うんうんうん、あ、まあ、車で、まあ、それまだ、うん、結婚してない時かな、 なんか、みんなで車で行って、もうホテルにさえ泊まらず2泊3日でずっと車中泊しながら、うん、何対何、男5人とかかな。何対何じゃねえじゃん。じゃあ、え、だからそれ、そんないないって言ってんじゃん。え、女さんの遅いんじゃないか。クソつまんないじゃん。あと次なんです。メンタルを聞いてないかも、ごめん。
メンタルを強くするためにはどうすればいいでしょうか。ああ、それ初めて聞きましたね。ね、ごめんなさい、飛ばしてました。どうですか、メンタルを強くするためには。さっき言った通り、その緊張、スパーも緊張しないし、試合前もヘラヘラしてる感じじゃないですか。うん、楽しむんです。いや、俺はね、前聞いてねえよ。え、前聞いてねえよ。だってもう50終わったんじゃない、次俺でしょ。楽しむことなんですね、うん、じゃないかなって。うん、なるほどなるほど。朝練のメニューはモーニングルーティンで、モーニングルーティンでいただければ、はい、変な軽快なポップの音楽に持ってるんですけどね。そうですね。変な言わない。で、あと、動画で腹黒原圭と言いました。まさか、ま、これは言うまでもないですよね。言うまでもない。真っ黒っすよね。真っ黒で、見た目だから。もう見てて分かるじゃん、多分。まあ正直、私 YouTube の撮影チームも近くで見てますけど、うん、すごくニコニコして、うん、高精霊だと思いきや、真っ黒ですよね、真っ黒。冒頭で言ってることと全然違いますから。もう正直、タイムライン載せたいぐらいですよ、ね、LINE とかのもう。載せようぜ。なんでだ。いや、あれ。普通じゃないですか。やばいぞ、あれはな。でも冗談的に本当にいい人っすよね、本当はね。ありがとうございます。本当はね。俺は信じてない。でも本当に良くも悪くも本人言ってますけど、真面目すぎっす。本当にあざす。何でも過ぎちゃいけないんだよな。そうっすね、過ぎるな、うん。で、S ですか M ですか。ああ、S でしょうね。ああ、うん、そのイメージですか。うん、S っぽい、M ではなさそう。おお。すっごいいじくりますんだろうな。あなたは言わずとも分かってるから大丈夫。いじくりますね。ドがつく M でしょ、あなたは。はい、大丈夫です。で、幸せとは何じゃってことです。まあ、人それぞれですよね。人それぞれじゃないですか。まあまあ、どんな楽しみ方もあるかもわからないし。で、これで一応50終わったんですけど、はい、で、もっとこういうこと聞いてみたい。はい。ああいうこと聞いてみたい。ちょっと今回一般の方の質問多かったので、結構ボクシングに関係ないことも多かったので、まあ、ボクシングに関する質問も聞きたければ、コメント欄の方とか、聞いていただければ、栗原圭太が答えますので、はい、たまに沼田浩二です。っていう人答えることもあるんですけど、そうですね、沼さん宛てにって嘘です。あなたが答えたことは、なるほど、ね、また質問していただければと思います。じゃんじゃん来てる。そうですね、好評であれば、はい、また、はい、残り50やりたいと思いますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。お願いします。やろ。はい、じゃあ今回の動画は以上になりますので、はい、お願いします。はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画いいなと思っていただけましたら、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。硬いね。お願いします。お願いします。ではありがとうございました。では硬いよ。また。